新超絶対抗キャラ紹介、ヤソップ編。こっちだ。新超絶対抗キャラ紹介、ヤソップ編。メダルをつけましょう。火力上げる系を適当につけてください。リーグに行きましょう。ヤッソプのスキルにはチャージスキルで、チャージし終わるタイミングが非常にわかりにくく、結構回避をミスってくれます。あとは遠距離でチクチク刺しましょう。抵抗してきたら弱回で叩き潰しましょう。味方にスキル当たっちゃってシールドが邪魔してきたので、スキルブスト。とにかく弱回が強いです。反撃の弾一つにつき、相手の最大体力の3割削ります。味方の影に隠れれば、躊躇なくスキル打ってくるので、弱回しやすいです。新海道のラグナロクは、敵が多いので弱回ミスってもスキルでカバーできます。ちなみに抵抗するとめっちゃ気持ちいいです。そして先ほど紹介したスキルに、飛距離がとんでもないため、遠くにいる敵に気づかれずに散らせます。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、2年後フランキー編、メダルをつけましょう。防御と火力70に盛りましょう。なおそこそこ強化入れてます。キャラ愛です。そして第76シーズンキャララン1位です。自慢はおしまいにして、リーグに行きましょう。味方が KO されると、自身に非ダメージ減少がつきます。フランキーのスキルには射程が長く貫通します。ソーファリンすごい放出されます。まあこの動画を見てもらえればわかりますが、2年後フランキーは完成キャラです。完成キャラです。射程も威力もスキル発動速度も完璧ですね。キルパクも簡単ですし、なんか倒せそうな時にバカスカ打っちゃえばいいのです。スキル位置は範囲が横に広く、斜め前とかでも全然当たります。ぶっちゃけスキルに最強ですが、スキル位置あんまり役に立たないので、残り時間はスキルにだけ紹介します。スキルには旗ダッシュ終わりにぶち込めば 100% 当たります。ちょっと早めに打つのがコツです。初心者さんが初めに引ける無用ガチャに入っているはずなので当たり枠です。出るまで引き直してもいいかも。チャンネル登録よろしく。フェス編なら超フェス簡単だよね。鬼キット編。メダルをつけましょう。キット用のメダル作りました。防御盛りです。攻撃を受けた時にスキル1短縮と、自陣でスキル1とスキル2短縮のメダルです。リーグに行きましょう。キットは吹っ飛ばし増加の特性を持っていて、自陣の再吹っ飛び距離が倍です。敵消えます。最悪の世代タグをつけるのがおすすめです。スキル1はよろけ無効がつくので、攻撃されながら叩けます。攻撃の範囲も広く、リーチが遠くまで届くため、普通に当たります。いっぱい撃ちましょう。スキルには全方向の吹っ飛ばしと、一定時間自分の周りを回る、割合ダメージと自身を回復するエリアを作ります。自身を回復させながら戦えるため非常に強いです。マムヤ街道には刺さります。同じくあのちゃんカシにも刺さるので、今の環境を生き残っています。サポート面でも優秀なので、育てるのも全然ありです。チャンネル登録よろしく。実は強いフェス限で超フェスの倒し方、赤犬編。メダルをつけましょう。全力で火力に盛りましょう。リーグに行きましょう。赤犬はスキル1の射程が長く、燃焼状態を付与します。倒しきれなくても燃焼がとどめを刺してくれます。状態異常回復に含まれないのがいいですね。そして奇跡が重なると。シャンクス2対ロジャーワンパンです。そしてスキルにも火力が高く、発動まで時間がかかるものの、当たれば強烈な一打となります。ちなみに至近距離での通常は、びっくりするほど透けます。旗取られました。チャンネル登録よろしく。最初のあれ詐欺だろ。持ってないんだから仕方ない。工場で超フェスの倒し方、変。メダルをつけましょう。火力はそこまで盛らなくても大丈夫です。リーグに行きましょう。雪チョッパーのスキルには3方向に枝を射出します。当たれば強烈ですが、普通に当たり判定低いです。牽制で控えますね。そして今使ったスキル1、少ないモーションで全方向爆破です。囲まれた時に距離を取るように使えます。まあ通常と合わせてうまく使いましょう。先ほど紹介したスキルに、発動までが長いので、厄介の無敵中などに使いましょう。体もちっちゃいですし、ほとんどノーマークで警戒もされないので、ガンガン討伐していきましょう。そしてチョッパーの空中は多段であるため、金魚の光を一瞬で剥がせます。スキルを打ってきた時の隙を狙いましょう。先ほど言った通りマジで警戒されないので、こんなこともたまに起きます。ああ、あとおバグもしました。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、スモーカー編。メダルをつけましょう。火力大事なのでそこ重視で。リーグに行きましょう。スキル1は敵を引っ張って叩く技です。よろけ無効とかには逃げられるので気をつけましょう。スキル2はたしぎちゃんを発射。牽制とかに使えます。当たればラッキー精神で打ちましょう。スキル1はまとめて引き寄せるので、なんかまとめて倒せたりします。
そして気絶付与も持っています。スモーカーは気絶状態の時に与えるダメージが2割増加します。相手を3つガイガン使っていきましょう。あとスキル2は弱解するのがめちゃくちゃ簡単なのでこんな感じになったりします。気をつけましょう。あとスモーカーは回避しやすいのも使いやすさの一つです。通常の3段目が多段なので赤い犬にも刺さりますし、チャンス出して倒せます。チャンネル登録よろしく。今日の動画はスモーカー紹介、工場で鋼鉄の倒し方、シャンブルズスモーカー編。メダルをつけましょう。まあいつも通り火力に盛る感じでリーグに行きましょう。スキル1は連続のオーダースキルです。ブースト中だと非能力者でもこんな感じに倒せます。そもそもの特性で能力者に対するダメージが1割増加します。このキャラなぜかキルパスされるので使う際は一応覚えておいてください。私はこれ撮影中に3回やられました。スキル1は打撃中に気絶が入るので確定で全発入ります。倒しきれなかった場合はスキル2でとどめを入れましょう。そしてそれに加えて10秒以内に6回ダメージを与えると敵の防御力ダウンと相手のスキルのクールタイムを減らします。よろけ向こうが効くのも強いです。こんなに攻撃を受けても打ち続けます。まあ使ってみた感じマムにすごく刺さりました。無敵にも気絶は入るのでやってみてください。はついでで紹介するとスキル2は威力は悪くないスキルです。ちょっと射程が短いです。チャンネル登録よろしく。新キャラ登場。実は最強S 弦紹介、ジンベイ編。メダルをつけましょう。アタッカーなのでそりゃもちろん火力で盛ります。そしてジンベイのスキル1、実は玄関強にめちゃくちゃ刺さります。能力者に対するダメージが3倍です。それを踏まえてリーグに行きましょう。先ほど紹介したスキル1、昔のキャラの割にはクールタイムも短く能力者に鬼のように刺さります。そもそもの特性で能力者に対するダメージが3割増しになっていますし、ご主人にいたら3割増し、お宝確保数が負けていたら2割増し、残り1分以下の時2割増し、多分瞬間的なダメージ量が一番高いと思います。残り60秒以下でお宝確保数が相手より少なくて、相手のお宝エリア内で能力者にスキル1をぶっ放すと 3×1.3×1 大体7倍の火力になります。ちょっとスキル以外にも通常も普通に強いため全然戦えます。静かに帰ってきた環境キャラですね。実はスキル1は2段の攻撃なのでチーム同剥がして本体も叩けます。めちゃくちゃ楽しいのでぜひ使ってほしいです。チャンネル登録よろしく。ひっそりと戻ってきた環境キャラ、ルフィロー編。メダルをつけましょう。言わずもがな火力に盛りましょう。リーグに行きましょう。スキル1はロークンを射出します。当てた相手に回復不能状態を付与します。ゲッターに付与すると旗ダッシュ時などの回復を阻止できます。クールタイムも22秒と短くとっても使いやすいです。そしてスキル2は相手に気絶を付与して目の前には足立てて殴ります。クロスでスキル1の上位互換、そしてこちらがおすすめコンボです。スキル1で攻撃またはジェット回避を使わせます。その状態でスキル2をぶち当てる、ほぼ勝ち勝ちコンボです。スキル2は隙が多い分よろけ向こうとダメージ軽減もしてます。油断している敵を見かけたらガンガン撃ってもいいかも。燃焼は相手が無効化短縮を持っていなければ720ダメージを与えます。地味に刺さる。通常攻撃のリーチが広いので弱ったシャンカスくらいなら倒せます。サポートでもメガルでも優秀です。育てるのもありです。スリラーバークのここは届かないです。ロマンにかけますね。チャンネル登録よろしく。工場で強フェスの倒し方、エース編。メダルをつけましょう。火力はそこまで盛らなくても大丈夫です。リーグに行きましょう。スキル1はカウンター、発動までが早く相手の攻撃を見てからでも打てます。カウンター爆発の場合中距離にちっちゃな炎上網を張ります。稀に当たります。通常攻撃よりカウンターで倒す方が私は好きです。皆さんは普通に倒しましょう。本業は普通にゲッターなので忘れずに。スキル2の炎上、発動中に攻撃されるとキャンセルされます。投げちゃえば攻撃されても大丈夫です。これはめっちゃ気持ちよかったです。おおとか言いながら撮影してました。チャンネル登録よろしく。実は玄関強いけるキャラ、白ひげ編。メダルをつけましょう。火力に持ってください。残りは防御でいいです。リーグに行きましょう。このような広いステージの場合、自分の一陣から相手の一陣に向けてスキル2をチャージすると届きます。シャボンビ諸島や魚人島も届きます。スキル1は攻撃力10を増加します。ロジャー海賊団に与えるダメージは 1.5 倍になります。親父は普通に強いです。通常攻撃の3段目は50の確率で振動状態を付与します。振動状態中に攻撃すると回復します。おすすめのスキルコンボはスキル2で相手を拘束し、スキル1でとどめ刺します。これちゃんと決まると火力増加とスキル2短縮と回復するのでちゃんと強いです。あとはスキル2で遠距離射撃も楽しいです。
言い忘れてましたが、味方が倒されるとボール上がります。遠足人種ですっていうのにと戦ってみましたが、全然普通に戦いました。超絶親父の登場待ってます。チャンネル登録よろしく。工場で超絶の倒し方各編メダルをつけましょう。火力はそこまで盛らなくても大丈夫です。リーグに行きましょう。早速キングと戦ってみました。各組の3段目は中距離でも当たります。これに救われたりもします。スキルには覚醒で気絶が入ります。覚えておきましょう。敵が逃げたらスキル1で追えます。これは逃げる以外にも詰める際にも使えます。あと移動速度1割上昇が15秒間つきます。今のように相手を気絶させて旗を抜く戦闘もあります。完全勝利しました。スキル2なんですが、ちょっと早く行っても当たります。攻撃判定時間が長いのでちょっとくらい早くても当たります。たまに損失倒せたりします。おすすめはしません。あと1人で旗を抜いた場合お宝ゲージの初期増加します。裏取りしまくりましょう。チャンネル登録よろしく。工場で超絶の倒し方シーザーサラダ。メダルをつけましょう。体力と防御に盛りましょう。攻撃いらないです。リーグに行きましょう。サラダのスキル1は、地方に時のエリアを放出します。同時に3割防御力増加します。これが防御力に持ってほしい理由です。そしてシーザーは燃焼状態がつかないため、マムとの相性が抜群のディフェンダーです。敵の中に突っ込んだ際は、スキル1かスキル2を出しちゃいましょう。こんな感じに当たります。あと大体どっかに突っ込んでくれるので、お宝エリアを守れます。攻守の主な立ち回りとして、戦わなくていいです。守ることを優先に考えてください。ぶつかってそこにいるだけでうざいので、ただただ相手をそこに留まらせ、試合を有利に進めましょう。KO できなくても十分貢献できたりします。スキル1展開していれば普通に継続ダメージを与えれます。豆に対抗できる介護感って思えばいいです。チャンネル登録よろしく。オリンなんて嫌いだー。環境いけちゃうキャラ紹介、金エモン編。メダルをつけましょう。防御と体力をメインに盛りましょう。そして今回着目するのがこちらの特性、マムの燃焼攻撃無効かつ高速スキル短縮。リーグに行きましょう。まずはマムとの戦いです。通常攻撃を食らうだけでスキルが短縮されます。攻撃を食らってスキルを短縮をおすすめするので、防御と体力盛りをおすすめしました。あとはいい感じに戦いましょう。もう使えるようになりました。相打ちですね。次の対戦相手はエンマゾロ君です。カウンターは後ろ向きでも発動します。ゾロ君は距離を取れば比較的に安全に倒せます。スキルの逆回タイミングも覚えましょう。空から降ってきましたおでん様の叩き。再登場したカイドウは凶悪ですが、逆回とカウンターのタイミングさえ見分ければ対処しやすいです。ただリーチの差がかなりでかいので気をつけましょう。最後の対戦相手はヒルムレットより歌です。シールドの割り方は何でもいいです。歌のスキル1はカウンターで返しましょう。カウンターさえ決まっちゃえばあとは楽です。残りは通常攻撃で倒してしまいましょう。通常は近すぎると捨てることがあるので注意。チャンネル登録よろしく。まだまだ現役フェス現紹介、ダグラスバレット編。メダルをつけましょう。攻撃力モリモリにしましょう。リーグに行きましょう。移動は通常攻撃の方が早いです。2度目で行きましょう。バレットのスキル1は遠距離突進です。めちゃくちゃ遠くまで突っ込んで殴ります。背後からでも正面からでも距離が離れていても当たります。スキル2はチャージスキルです。攻撃とともに自信を回復します。敵をダウンさせると回復とよろけ無効状態がつきます。そして体力が7割を超えているときダウンせずよろけになるため、このように油断した敵を簡単に反撃できます。環境的にも結構使えます。チャンネル登録よろしく。黒ひげに情報修正来たぞ。修正前の黒ひげ紹介、強すぎて草。メダルをつけましょう。我々は火力に全ぶっ飛してます。リーグに行きましょう。能力者に強い黒ひげですが、非能力者にはブラックホールで攻めましょう。シャンクスはよろけ無効で逃げられたりするので、飛んできたタイミングで捕まえるのがベストです。歌の倒し方としては、逆回を入れて、スキルか通常でシールドを剥がし、ダウンさせます。歌にされない距離まで離れ、スキル1でとどめを刺してあげましょう。巨人島は2階からでも叩けます。同様にキングやスネークマンもいけます。チャンネル登録よろしく。黒ひげキャララン1位になったぞー。
53時間かかりました。修正前の最後の黒ひげキャララン1位が比較とともに紹介します。修正が入ったキャラ紹介、黒ひげ編。メダルをつけましょう。我々の使い方としては火力全振り構成です。リーグに行きましょう。黒ひげのスキル1は当たりやすさが上がりました。キャラ特性で能力者に対するダメージが増加したので、前よりオリュンなどのカチカチキャラを倒しやすくなりました。そして新特性の KO をした際にスキル1短縮、敵を倒した後に速攻来られてもある程度対処しやすくなりました。そして何より通常攻撃が引けないのが良いです。そのおかげで赤犬対処が簡単になりました。まずまず状態を普通に剥がせるので、ジャスカイさえ決めてしまえばとっても簡単に倒せます。電化の後方ブラックホールですが、気絶状態は入りますので気をつけてください。赤ダウンで回復します。本当に強いから使ってほしい。超おすすめ。アップデート入ったキャラ紹介、レイジュ編。メダルをつけましょう。体力メインで持ってください。火力も欲しい。リーグに行きましょう。今回の新要素としてレイジュにシールドがプラスされました。シールドがあるとよろけないので歌の対処は楽です。スキル1の火力が凶悪でいいですね。チョイスの白菜も取っていなければ、こうです。スキルと通常攻撃が当たりやすくなったので、前より圧倒的にワンパンチやすくなりました。どしどし打ちましょう。シールドは旗を抜くことで半分回復します。スキルは範囲内に僕の道具を張ります。道具内の自分と味方には無敵を付与します。旗を抜いている味方の近くで張るなど、汎用性の高いスキルですが、終わった後の隙が大きいです。チャンネル登録よろしく。情報修正されたキャラ紹介、フランキー将軍編。メダルをつけましょう。防御メインで体力に盛りましょう。リーグに行きましょう。移動は通常の1度目が早いです。スキルには将軍足元でんじゃらし、全方向に連続ダメージ、武器飛ばしと防御力にはリダウンを与えます。相手に攻撃されるとスキル1の攻撃力が 20% 増加します。スキル1で攻撃した時与えたダメージ減少いたします。将軍がお宝エリアに一人でいるときに、よろけぬ効果を再び向こうを得ます。このように味方が入ってくるとよろけるので、邪魔しないであげてください。あと状態異常8割回復持っています。押されているように見えますが、味方が入ってくるだけで吹っ飛んだり、よろけが入るので出ていってください。本当に邪魔になるので出てください。最終的には倒せるかもしれませんが、時間がかかるので出ていってください。チャンネル登録よろしく。アップで入ったキャラ紹介、モネ編。メダルをつけましょう。防御やダメージ減少がいいと思います。リーグに行きましょう。10秒以内に敵に5回攻撃すると、スキル1短縮と防御力上昇が効きます。スキル1は特定エリアを設置します。エリア内にいると継続ダメージと凍結状態を付与します。凍結状態の敵を攻撃した時、攻撃力上昇を解除します。向きの壁は旗を抜くときのシェルターにもなります。特定エリアはダメージも与えるので強いです。エンマゼロのスキルにチャージも止めれます。特定ステージにいるだけで4割ダメージカットなど、敵と接敵するときに設置するのがおすすめです。あの一定確率で攻撃してきた相手を凍らせます。チャンネル登録よろしく。アップで強化キャラ紹介、ミスター3編。メダルをつけましょう。防御力メインで体力に盛りましょう。リーグに行きましょう。スキル1はローの剣を突き刺します。攻撃者フィールドを張ります。範囲がわかりにくいですが、剣の中から撃てます。そして10秒以内に3回ダメージを与えたとき、相手の移動速度を下げます。スキル2はローの壁、攻撃はしない代わりに硬いです。スキル1は当てた相手に攻撃力減少を付与します。飛ばしもあります。10秒以内に相手に攻撃を3回当てた時や、スキル1で攻撃力減少など相手にパラメーター減少を与えた場合、スキル1とスキル2がそれぞれ1割短縮されます。味方か自分が敵を倒した時、体力が 10% 回復します。立ち回りとしては戦闘陣取って敵を蹴散らしながら守りましょう。耐久力に関しては引いてているので、半分耐久しましょう。味方が頑張れば回復もするので全然いけます。チャンネル登録よろしく。超絶の立ち回り紹介、エンマゾロ編。メダルをつけましょう。火力全振りがおすすめです。残りは好きにどうぞ。リーグに行きましょう。ゾロのスキルにはチャージスキル、チャージ中に攻撃してきた相手の有利属性に変化して攻撃します。スキル1は無敵スキル、おでんの弾の毒と同じく突っ込みます。スキル2はオリンの燃焼や赤い犬の燃焼状態でダメージを受けても属性変化します。
属性が変化すると攻撃力が瞬間的にアップします。スキルには体力が半分以下の時、威力が上がります。ジャスカイは相手の体力の1割カットする斬撃を2つ放ちます。3秒以内に敵に4回ダメージを与えた時、固定ダメージと回復します。ただウタウタや回復無効など状態異常はちゃんと入るので、そこが少し強です。ちょっとあれではないので、クロート向けではあります。それでも強い。チャンネル登録よろしく。おバグしてよかったキャラ紹介、赤老編。メダルをつけましょう。自分は火力に振ってます。リーグに行きましょう。スキル1は反射ダッシュです。ダメージと自身に回復を与えます。攻撃時にハートダッシュ状態を与えます。6秒ごとに計2回ダメージを与えます。このように敵が瀕死の場合、下手に攻撃するより最初の方が安全です。スキル2はカウンター。スキルを構えてる時に攻撃してきた相手に大ダメージを与えます。ちなみに敵を追い詰めると速攻でスキル打ってくるので決めやすいです。あとは相手無駄回避をして敵を避けるのもありです。カウンターで倒せなかった場合は完全中のところをスキル1叩き込みましょう。サポートでも優秀なのでオバグするのも良き。チャンネル登録よろしく。星さんで超フェスの倒し方、出し木編。メダルをつけましょう。超フェなら火力に盛りましょう。リーグに行きましょう。スキル1はソル、瞬間移動か移動速度上昇です。出し木ちゃんはショック増加を持っています。マップをうろうろ旗を抜くだけで強いです。スキル1はペイントにも使えます。スキル2は切りしぐれ、相手に移動速度低下を付与します。星さんの割には使いやすい印象です。気分転換に使ってみてね。スキル2の火力は普通に高いです。斬撃も結構残るので当たります。あとモーションがかっこいい。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、フラノスケ編。メダルをつけましょう。攻撃力ガン盛り構成でいきましょう。リーグに行きましょう。フラノスケのスキル2は連打攻撃です。攻撃するたびに相手のスキルと回避のクイズタイムをガンガン減らしてくれます。魔物の無敵スキルのアタコスト早めに打つと確実にコンボが入ります。そして相手を KO するたびに火力が上がっていきます。スキル2の発動時間は長く、ジャスト打たれたとしても慣れても行動を続けます。発動中に受けたダメージもそのまま返します。厄介が厄介の別れ入りもこの通り。スキル1は遠距離攻撃、左の火力も高いです。敵は結構遠くに打てなちゃんと届きます。通常攻撃も強いので使ってて楽しいです。チャンネル登録よろしく。復刻が来ましたね。星キャラ引いても良い。復刻した超フェス紹介、ロジャー編。メダルをつけましょう。KO でスキル1短縮がおすすめです。リーグに行きましょう。スキル1は何の大好きかメタリ、当てるたびに火力が上がっていきます。先ほど紹介したメガネと合わせると、2KO でもう1回カムサリが打てます。火力を上げればワンパン製造機です。ワンパンされた経験あるんじゃないでしょうか。スキル2はチャージスキル、チャージ中に受けるダメージをカットした分、上乗せして返します。威力とチャージ時間は関係ないので、最大までために必要はないです。ちなみにめっちゃ強いです。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、ジンベイ編。メダルをつけましょう。防御と体力に盛るのがおすすめです。リーグに行きましょう。スキル2は打ち水、気絶状態を付与します。スキル1短縮と回復を得ます。気絶で圧縮とできます。少量ですがダメージも入ります。能力者に対しては気絶時間が長いです。気絶中にスキル1をぶち込んであげましょう。スキル1は多段スキル、最大6回ヒットします。キングの旗つかみも外せます。ウタちゃんと戦うときはシールドを打ち水って、スキルをかけてから通常攻撃やスキルで削りましょう。スキル1を当てると防御力が上がります。2回当てると最大の30上がります。ぶっ飛ばしも便利。自陣にいるときダメージを3割カットしますが、相手が能力者の場合は 50% カットになります。能力者に対するダメージ差がありますなど、能力者に対してはすごく強いです。街道の裏取りも防げました。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、シャーロットプリン編。メダルをつけましょう。火力全振り、攻撃力を上げてリーグに行きましょう。スキル1は編集、突進編集状態を付与します。スキル1を当てるとクールタイムを 30% 追加します。編集状態は行動不能で吹っ飛ばしやダウンで溶けます。ちなみに特定で通常の火力がものすごく高いです。
相手が相手の陣にいるとき与えるダメージ3割増加、自分の体力が7割以上のとき5割増加、起動しながら攻撃できるため非常に戦いやすいです。プリンはスキル1とスキル2のコンボが強烈です。スキルとスキルの間に水上を打ち込むと倒しやすくなります。プリンの通常はダウンしにくいので気持ち多めに打ちましょう。スキル1も遠くまで届きます。ガンガン編集していきましょう。スキル2を当てると体力を 15% 回復するので対戦面でも強いです。実はプリンちゃん、リーグ更新後の S クラスで使ったところ、連勝で SS 受けました。みんなも使ってみてね。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、七部海バニー編、メダルをつけましょう。火力全振りとクリティカルでスキル2短縮がおすすめです。リーグに行きましょう。こちらのバニー編、スキル1が鬼強いです。工場で遠距離でこの威力が出るのが強い。倒しきれなくても、基本的にはスキル2でとどめさせます。スキルには移動攻撃スキルです。最初の突進をうまく活用することをおぬぬねします。さっき紹介したスキル1は回転率がすごく高いです。23秒で再発動できます。そして2発目の上タのシールドも削って中身を攻撃できます。ブーストコンだとワンタンで負担します。スキル2からのスキル1が個人的には最強だと思います。わかりやすい例でユネルフと街道を倒してみました。一応さっき紹介したスキルがなくてもバニー君は普通に強いです。あと10秒以内に6回攻撃を当てると回復と攻撃力を上げる特定エリアを出します。最初にクリティカルでスキル2短縮をおすすめした理由はスキル2がクリティカル発動しやすいので高回転で回せるからですね。あと本日終わったイベントですが普通効率メインの工程で使ったら工場とは思えないレベルで強かったです。イベント中に紹介しろよ。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、ダグラスバレット編、メダルをつけましょう。攻撃力に持っちゃいましょう。リーグに行きましょう。移動は水上攻撃の2度目が一番早いです。まずはバレットの特定で、敵をダウンさせたとき、自身によろけむ高状態を強します。スキルはチャージスキル、チャージ中はダメージ軽減、発動するとダメージと進行状態、そして自身を回復します。体力が危ないときに発動するのもありです。ダメージ2割軽減も活かしましょう。ジャンプ中の突進は結構合わせやすいです。相手をダウンさせた際のよろけ無効と回復ですが、スキル1をぶち当てるのがおすすめです。相手に攻撃力減少と移動速度減少をつける面でも、初動で突っ込んで当てれば、だいぶ有利な状況で戦い始められます。あと体力が7割以上あれば、ダウンしないのでゴリ押し戦法が使えます。どっかの赤髪と似てますね。あとは絶対特急をうまく使えば普通に完成からも耐えてます。みんなもやってみましょう。あとちゃんと原作人種でメタロジャー海賊団にめちゃくちゃ有利な特性を持っています。自陣敵陣関係ないのでレイリーシャンクス使ってみましょう。最近よく気分転換とかで使っているキャラですがネタを抜きにして原環境にかかるので今回の復刻で出した人やザクラッシュ30で交換して5人出た人はぜひ使ってみてほしいと思います。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、犬嵐編。メダルをつけましょう。攻撃力全振りで OK です。リーグに行きましょう。スキル1は状態異常付与とダメージ。スキル1を上げると攻撃力が上がります。バトル開始時はクールタイムが短いのでガンガン当てましょう。突進してくれるので結構当てやすいです。そして犬嵐が倒されて、裏の攻撃布陣した時、犬嵐の攻撃力上昇を受け継ぎます。街道やおでんなどのそもそも火力が高めのキャラを裏に入れて運用するのがおすすめです。なお、我々はそんな優秀なキャラを持っていないので、オバブしたオロギを使ってみました。なんか普通に街道を倒せました。他にもユネルフィなどの超フェスが倒しやすくなります。で、犬嵐の格殺コンボがありまして、スキル1からのスキル2です。スキル1で完全を付与するので、そのまま火力の高いスキル2をぶち込めます。スキル1を当てた時点で攻撃力が上昇するのでだいぶ倒せるに仕上がります。完全状態は復活特性貫通するのでこんな感じにもいけます。主な立ち回りとしては最初の90秒間に高回転率のスキル1を当て火力を上げあわよくば倒しちゃって30上げてしまえば裏に引き継ぐもよし無双するもよしの状況に応じて戦える使いやすいキャラです。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、ベビーファイブ編。メダルをつけましょう。クリティカルでスキルに短縮を入れておくと安定します。リーグに行きましょう。
ベリーファイブの通常は出が早く、近距離戦においてなかなか強いです。その上3段目が遠距離でリーチも有利です。スキルには背負っているミニガンを打ちます。最大50ヒットで最後にヒット出しを与えます。スキル長押しでガトリングし続けますが、指を離せば瞬時に爆発に切り替わります。フェイント込みで打てるのでおすすめです。そしてスキル1ですが、飛び上がりで振動状態を付与。そのままダメージを与えます。クリティカルでスキルに短縮を進めた理由は、スキル2のクリティカル発生率が高いからです。その上回復もする強スキルです。一回当ててしまえば逆回しにくいスキルです。その上クリティカルでスキルに短縮を入れるだけで、再利用が簡単になります。援護と防衛にだいぶ長けています。振動状態などなかなか、玄関長にも刺さるのではないでしょうか。なおこんな感じにスキルに短縮を3枚つけると、ボスバトルで無限にスキルに落ち続けられます。我々もめっちゃ重宝してます。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、バージェス編。メダルをつけましょう。回復手段が少ないのでメダルをつけるのがおすすめ。リーグに行きましょう。スキルにはカウンター。自分に回復、よろけ無効、防御力増加、攻撃力増加を付与します。よろけ無効と、クールタイムを足す特性を活かしましょう。まあ火力が全てです。カウンターを失敗したとしても、攻撃力増加とよろけ無効は効きます。火力ぶち上げスキル1が最強。あと通常の回避は、他のキャラに比べて多いため、回避での攻撃に敵も貫通します。80レベルでも普通に、超フェス倒せる火力をしているので、初心者の方におすすめです。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、コビー編。メダルをつけましょう。個人的には攻撃力盛り、リーグに行きましょう。コビーは通常での移動が早いです。回避と合わせて使いましょう。コビーの強みは安定した戦闘能力。回避がないときはスキルに出たよう、自信と周囲に無敵と回復を与えます。コビーは通常に癖がなく、スキルも両方シンプルで使いやすいため、初心者におすすめです。ただ通常の3段目が、結構な効果チークできてます。それでやられるときもあるので気をつけましょう。個人的に歌と戦うときは、初動でスキル1でフィールドを剥がすから、戦う方が歌にされにくいです。スキルには相手によろけが入るので、スキル1を当てる前に、使うのもありです。コビーは怠慢性能が高いので、一本負けませんが、こういう味方の邪魔が入ったりすると、負けそうになるので、一本は放っておいてあげましょう。コビー君のスキルはそれぞれ20秒と33秒、回転率も上。誰かが KO されたらスキル2短縮、旗を脱出したらスキル1短縮と、特性とメダルを合わせるとすぐにスキルが溜まります。戦闘中もスキル2で回復するため、体力管理が簡単で、ダッシュ速度にも影響がほとんど出ません。結構愛用してます。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、クンフー呪文編。メダルをつけましょう。もうこんなの火力一択よ。リーグに行きましょう。スキル2はクオー、突進でダメージを与えます。結構強いです。そしてスキル1はクオー、カウンターです。星3の火力じゃないですね。クンフー呪文はダウンした際、ダウンさせてきた相手と同じ属性に変化します。それに合わせて攻撃力アップと回復が入ります。そして復活特性も持っています。控えめの女から的な立ち位置でしょうか。そして特性で同じ属性から攻撃を受けると、スキル1のカウンターが溜まります。泥のアシュラを受けると速攻で溜まります。カウンターを発動すると火力が3割も上がるので、ガンガン超フェスを買っていきましょう。なおカウンターを失敗した際には、変わる呪文が見れます。ただ失敗しても攻撃力が上がる点は変わりません。そこは可愛くないですね。ハイスとは思えない強さを持っているので、エイプリルフールイベントで手に入れた人は、武器を一度使いましょう。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、オーブン編。メダルをつけましょう。おすすめのメダルは後で紹介します。リーグに行きましょう。スキルにはシールド、自分の最大 HP 分の体力を持ちます。指を離すと攻撃します。そしてスキル1は熱風剣、突進からのダメージで燃焼状態と吹っ飛ばしを与えます。あとこういう状況で、皆さんはキルトクとかやめましょう。絶対前線行った方がいい。スキル1は発動までのモーションが少し長めですが、その分突進距離が長いので、意外と当たってくれます。スキル2のシールドですが、ホールド時間も意外と長めで、敵にピンを立てばそっちの方向に攻撃してくれます。もうちょっとわかりやすい映像としては、こんな感じです。使い心地として
ては、5人の介護官官はありつつもめちゃくちゃ強いです。結構な新キャラ流せあって使ってる人がいないのが残念ですね。味方がレッテイでも十分巻き返せる性能をしていますが、普通以外で燃焼状態を付与しにくいのが少しネックなところですね。燃焼状態の敵を攻撃した時の回復は一気に相手が保っちゃ払うです。ちょっと見たいですが、撮影のための5試合全部勝ちました。性能的にはフェスゲンレベルだと思います。それでは最後におすすめメダル、燃焼状態の敵からダメージ減少オーブンメダルとオリンメダル、それに合わせてダメージ減少や回復などスキル短縮などの個別で選べます。個人的にはこの3枚がおすすめ。欲しい方は今来てるイベントでぜひチャンネル登録よろしく。工場で強フェスの倒し方、緑サボ編、メダルをつけましょう。おすすめのメダルは最後に紹介。リーグに行きましょう。スキル1は炎上門、横に広い燃焼スキル、吹っ飛ばしの効果があります。そしてスキル2は火炎流王、効果力でリーチが意外と長いです。サボの強みは燃焼状態、燃焼状態の敵に与えるダメージを引くと攻撃した際に自身を回復します。燃焼付与の条件は主に3つ、スキル1かスキル2、そしてクリティカル発生時です。味方が KO されるとクリティカル発生率上昇し、条件が満たしやすくなります。サボのスキル1は設置型、倒されても一定時間残り続けます。もちろん吹っ飛ぶ、外したとしても目隠しになるのでそこからスキルを打ち込みます。吹っ飛ばし効果があるので HP1 で残り山ともそのまま倒せます。スキル2は説明不要、効果力ワンパンスキル、当てればほとんど削れます。おすすめのメダルは、クリティカルでスキル1短縮、味方が KO されることでクリティカル率を上げ、スキル1とスキル2を高回転させられます。クリティカルが発生するだけで、かなりの恩恵を受けるキャラです。緑サボは個体自慢できるキャラだったんですけどね。克服しちゃったのが少し悲しい。あと燃焼状態の敵に与えるダメージアップメダルもおすすめ。チャンネル登録よろしく。ああ、誤算に切りしたかったな。工場で強フェスの倒し方、アプー編。メダルをつけましょう。ステータスの盛り方は自由です。リーグに行きましょう。スキル1はダンス、気絶を付与しつつ遠距離から攻撃します。ほぼノーモーションで発動するのでタイミングをずらせばほぼ当たります。昔のキャラは予備動作がでかいのでそこの穴をつけるのがいいですね。あと本領はゲッターなのでちゃんと旗を抜きましょうね。通常攻撃も過剰であるためチームブースト状態に入ると化け物化します。結構前に登場した工場キャラとは思えない火力ですね。スキル2はチャージスキル、軽快な音楽とともにチャージします。移動しながらチャージできるのは強いです。あと燃焼付与があるので HP1 残しキャラもとどめを刺せます。ただチャージ中はダウン無効がないので普通にキャンセルされます。使い方が結構むずいです。サポート面でも優秀なので強化する価値はあります。チャンネル登録よろしく。工場で強フェスの倒し方、ペローナ編。メダルをつけましょう。体力メインの防御盛りがおすすめ。リーグに行きましょう。スキル1はエリア発生、自分の周りに一定距離離れたホロホロゴーストを出現させます。ゴーストに当たるとネガティブ状態を3秒間付与、回避以外が使えない状態になります。相手をネガティブ状態にした時防御力も上がります。ゾロのチャージ中に当てると強制的に発動させることが可能です。厄介しちゃいましょう。ペローナのスキルには追尾ゴースト、敵を追尾するホロホロゴーストを出します。射精物を貫通し当たるとネガティブ状態を10秒間付与します。とにかく当てるだけで相当強いです。終盤にゴーストのおかげで勝てた場面も多いです。とりあえず溜まったら打つ戦法でも全然強いです。ほらね、あとは何もできない敵に移動しながら攻撃するだけの作業です。チャンスに勝てないのと通常攻撃の火力が足りないのが弱点ですね。でもちゃんと強いので余裕の10連勝です。情報修正が入れば完全に環境キャラ。チャンネル登録よろしく。もうすぐ完突できるのでその動画もお楽しみに。工場で強フェスの倒し方、 X ドレイク編。メダルをつけましょう。火力盛りがいいと思います。リーグに行きましょう。ドレイクの強みは百獣海賊団キラーである点、百獣海賊団との戦闘で有利であり、百獣海賊団を攻撃すると攻撃力アップ、自身を回復など恩恵がかなり得られます。現環境上位にも下がっているキングやカイドウに強くされるキャラです。試合開始10秒後からマップでは敵表示になります。たまたま敵にもドレイクがいたのでマップで説明します。こんな感じに今このマップには味方が5体、そのうち1体は敵になります。これと同じことが敵側のマップでも起こっているわけです。
それではドレイク対決していきましょう。勝ちました。敵表示特性を利用して裏取りなども可能です。ヘッダーだったらもう少し輝けたかもしれないという印象もあります。次には回転で4回転で2つ吹っ飛ばしを与えます。そして次にはエクスカリバー、ちょっと名前がしゃれてますが防御力持ちの座、想像以上に強いスキルです。そして敵陣で一人でいるとき、よろけ吹っ飛ばし無効をもらいます。今の魔物ビームも吹っ飛ばされずよろけませんでした。意外とゴミ押しが効きます。80レベルでも意外と戦えますし、かつてて結構楽しいキャラでもありますが、青属性絶対倒すマンにはほぼ勝てませんでした。その他の超ペシには強いのでぜひどうぞ。工場で超フェスの倒し方、超五郎編。メダルをつけましょう。防御と体力に盛りましょう。リーグに行きましょう。超五郎の強みはバカみたいな再生能力、マグ状態以上で回復プラス防御力増加。そしてスキル1で体力回復です。敵を攻撃した時にスキル1の攻撃力が上がります。スキル2で攻撃した時も増加します。ダウンした時にスキル30短縮、たまに60短縮とかします。バグかな。メダルに吹っ飛ばしで回復を入れても回復力増加で強いかも。タイミング合わせるのも良い。スキル1は即座に回復しないのでそこ注意。通常攻撃の3段目を敵に当てた時攻撃力上昇を解除します。スキル2は遠距離スキル、攻撃をかばすだけのシンプルスキルです。レイリーと同じように連撃だったらスキル1の攻撃力増加と合いまして使いやすかったかも。飛距離は悪くないですね。割とスキル2国宝しましたが、対マン中に使うと割と当たる。難点としてはお宝ゲージ100以上の制限がなかなか普通です。強い工場キャラの部類ですがなかなか普通場面が多いですね。チャンネル登録よろしく。過去キャラで超フェスの倒し方、青サボ編。メダルをつけましょう。防御体力盛りでいきましょう。リーグに行きましょう。青サボ君は回避陣移動速度が上昇します。サクッと一陣二陣を抜いてしまいましょう。青サボのスキル1は無敵スキル、意外とみんなに知られてないので結構当たります。そして一番の強みは発動後の攻撃までのラグです。発動から2秒後に攻撃が出るので厄介がかなりしにくいです。無敵時間が長めで解除と同時に放ってもこっちの攻撃は当たります。でもたまにつけるので気をつけましょう。すっごい削られたりします。そしてスキルには突進型攻撃、割と射程あります。このキャラ実は結構強いのですが、なぜか味方がカバーしにくいので割とそのせいで KO されたり、そっち方面で難しいので使う際は自己責任で。あとキャラ特性追加してほしいですね。過去キャラ強い理由こういうのよ。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、レッド波編。メダルをつけましょう。ダッシュ速度メインがおすすめ。リーグに行きましょう。波の特性で旗を抜く際のブーストゲージの溜まる量が通常より増えます。ガンガン抜いていきましょう。スキル1は透明化、自身を透明化します。マップ上と敵の視点から消えます。それに加えて移動速度増加、透明化時間は14秒です。こんな感じに旗を掴まれて初めて相手が気がつきます。抜き終わりの注意。スキル2は中距離攻撃、透明化からの攻撃が当たりやすいです。波のダッシュ速度は体力依存がないのでその点かなり優秀です。オバブするキャラの候補に入ってます。100レベルが楽しみ。チャンネル登録よろしく。実はめっちゃ強いフェス現象界ブルック編。メダルをつけましょう。最後におすすめのメダルも紹介。リーグに行きましょう。ブルックのスキル1は突進からの凍結、ダメージとともに凍結状態を付与します。ちょっと比較から打つと当たりやすいです。そして通常の3段目 50% の確率で凍結状態を付与します。かつ特性無効化できるのが強いですね。そしてスキルはソウルキング、20秒間出現し続け5秒ごとに気絶を付与します。気絶状態付与タイミングは最初の出現時とソウルキングがブワーってなる時です。数少ない状態以上複数持ちです。凍結状態と気絶状態ですね。
好きの人もいると思います。このソウルキング、画面の占有率がアホみたいに多いです。こんな感じにめちゃくちゃ見にくい。気をつけましょう。ブルーキーを本領を上げた、ソウルキングと合わせるとめっちゃ強いです。相手を気絶で拘束し、旗を抜き切ることが可能です。旗を抜くとまたスキルにタンク。そしてスキルに出て敵に攻撃した時、相手の攻撃力増加を解除します。そして攻撃力増加を解除した時、体力を回復します。注意してほしいのは、気絶状態かつて短いお風呂なので、ベロスで固まります。まさかの宿敵。おすすめのメダルはこの3枚。タグと固有特性でダッシュ速度 28% 増加、旗ダッシュでスキル2短縮、凍結状態でスキル1短縮と、ブルックが欲しい特性をいっぱい持ってます。そしてガシャドクロメダル、持ってない人多いと思います。ドンマイ、チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、バルトロメオ編。メダルをつけましょう。防御体力盛りでリーグに行きましょう。移動は攻撃移動が早いです。このバリアの壁は無敵判定とかないです。見かけ倒し。バルトロメオはダウンすると防御力が上がります。戦う前にダウンしておくのも手かも。スキル1はバリバリ巻き飛ぶ、相手を吹っ飛ばします。ルフィ対戦へのリスペクト技、割と使いやすいです。スキル2はカウンター、壁を攻撃されると発動します。発動までが多分一番遅いです。こんな感じに敵の動きを見てからだと間に合いません。相手の攻撃も予測して発動させると爆死しかかります。動きが分かりにくいのがいいですね。そして触れるだけでもダメージが入ります。鉄さんもびっくり。一番強い使い方としては、このように高低差があるステージでの使用、めちゃくちゃ強いです。ユメルピのガトリングは格好の入り口、入って発動するだけ。個人的に一番楽しい。スキル1の解説、その場でベンチからの拳がかっつけ、このような攻撃よりかは、敵が複数わらわらと集まってきた時に、敵が不要がおすすめ。防御体力に持った場合火力でないので、こっちの方が使いやすいです。スキル1、スキル2両方とも、吹っ飛ばしスキルなので、うまく使って旗を守りましょう。キャラ特定くれよ。チャンネル登録よろしく。びっくりするほど硬いキャラ紹介、エニエスロビン編。メダルをつけましょう。ダメでスキル1短縮がおすすめ。リーグに行きましょう。スキル1はベーンテフルール、スキル長押し中発動します。押し出し減少とダメージ減少、火ダメの時にスキル1短縮メダルを持たせると再利用までが早くなっておすすめです。ちなみに吹っ飛ばし耐性はありません。そこがちょっと使いづらい。なお攻撃を受けると防御力アップのド M 特性、ウルージさんと同じですね。こういうこと言うとハリーさんに怒られそう。スキル1発動中は状態異常無効化しますが、スキル1発動前の状態異常は解除されないので、ヤマトに反撃しようものなら、ヤマトの凍傷で普通に死にます。それに加えて、まさかの不具合、スキル1発動中でも、ヤマトの凍傷貫通してきます。ダメージは受けないものの、がっつり凍傷レベル最大まで上がっちゃってますね。状態異常無効化とは？本来はこうなります。ガード中ってのも分かりにくくてよし。スキル2はクラローのバイン、攻撃してから吹っ飛ばします。相手の抜き終わりとか旗を守る際に使いましょう。多分基本的に倒す目的ではないですね。スキル1で相手を二段させつつ、解除を速攻1射結構当たってくれます。敵に攻撃した際スキル1も短縮されます。チャンネル登録よろしく。最近減ったキャラ紹介、歌編。メダルをつけましょう。クリティカルでスキル1短縮がおぬぬめ。リーグに行きましょう。移動は通常が早いです。まあみんなエアーくらい聞いたことあると思います。スキル1は歌うた状態、相手を一定時間完全行動不要にします。その際シールドが半分回復します。通常攻撃でダウンさせないように攻撃しましょう。スキル2は突っ込むスキル、とどめさした先に有効。ゾロも弱解されなければ余裕で枯れます。クリティカル発生時にスキルが短縮されます。クリティカル発生時の運勢が超大キャラです。解除後もすぐに打てます。第3経験者何人いるかな。そして先日登場したヒロー君、状態異常が効かないときは自分に止めて倒しましょう。3段目を当てなければスポンガウンしないので、乗ってる方はきつくてグニスクです。もうこれもやられた経験持ちの方何人いるかな。ヒットは状態異常無効ないので余裕。高所から降りる際は気をつけましょう。歌のためです。
チャンネル登録よろしく。環境対抗ディフェンダー紹介、鬼ヶ島ブルック編、メダルをつけましょう。防御体力に盛りました。リーグに行きましょう。ブルックは相手を投結する際に防御力がアップします。1回の投結時に 15% 増加します。今の一連の動作で 45% 増加しました。ブルックはダウン時にレーターを飛ばします。触れた相手に凍結状態と 30% ダメージを与えます。体力3割以下の敵に当たると倒せます。強いですね。ブルックのスキル1はダメージと凍結付与。凍結が付与できなかった場合は飛ばします。 50% の確率で発カウンターで凍結上塗りもできます。これは失敗例。そしてパラメーター上昇中の敵に攻撃されると強化状態を解除できます。スキルにはカウンター、突進しつつ凍結状態を付与します。成功時に攻撃力アップがつくため結構な火力が出ます。自陣が 80% 以上の時、状態異常を解除します。チームドッグにあなたも叩けます。スキルがない状態で敵の引き下がつけらの対処がかなり強いのでアタッカーの皆様のカバーを待ちしています。チャンネル登録よろしく。工場で強フェスの倒し方、移動編。メダルをつけましょう。火力に盛りましょう。リーグに行きましょう。スキル1は気絶多番スキル。気絶状態を付与しつつ19発の銃弾を打ち込みます。気絶状態を付与してくれるので不発特定も無効化できます。状態異常短縮の無視。状態異常無効はよろけで対処できます。当たれば大体 KO まで持っていけます。回復もするので当てるだけですごい強い。ボスバトルで使ってる人はよくわかってると思います。多段の今度稼ぎ要因。通常スキルも多段でリーチが長く、クールタイムを増やせる特性と合わせると強力です。スキルには多段突き飛ばし、火力がすごいです。回避を使わせてぶつけるのが理想です。飛距離もあるので強いですね。こんな小技もできます。僕が飛び出し、ピンポンから全体を取れて、僕が追加力が出ます。ご同情しましょう。タイマン性能とかっこいいので、展開上的には厳しい感じです。チャンネル登録よろしく。最近消えた超フェス紹介、海賊オーロラ編、メダルをつけましょう。KO でスキル1短縮がおすすめ。リーグに行きましょう。ロジャーの強みは攻撃力増加。スキル1のカムサリを打つことで、攻撃力が増加します。当たった人数 ×20% 増加します。実装当時はおでんとロジャーで溢れ返り、おでロジャ環境と言われてなかなか地獄でした。当時やってたよって方はコメント欄で教えて。こんな感じでワンタイン祭りでした。ロジャーのスキルにはチャージ、スキル。チャージ中は受けるダメージが 70% カット、ダウンせずよろけになり状態異常を無効化します。最後のぶっ放しですが、チャージ中に受けたダメージをカットした分を上乗せしてダメージを与えます。この受けたダメージが70カットした後の数値で、ここのダメージのプラス部分がカットした 70% の分です。使う場面としては、敵からスキルで返されている時など、飛ばされるカウンターだと思えばわかりやすい。あとロジャーの攻撃は、一定確率で気絶や付与します。ロジャーの強みはもう一つ、よろけ無効です。体力が 70% 以上の敵に攻撃した時、自身によろけ無効を付与します。よろけ無効と攻撃力増加で当時は最強キャラでしたね。カウンターを切らしてもよろけ無効でゴリ押し可能。あとなぜかヤマトのシールドで損傷になります。不思議ね。工場で超フェスの倒し方、マルコ編。メダルをつけましょう。まあもちろん火力振りでいきます。リーグに行きましょう。マルコの強みは耐久性。マグスキル1は移動回復、味方のところに飛び回復を与えます。回復力はとっても高いです。スキルには3回突進攻撃、攻撃を3方向に繰り出します。どれか1回当たれば OK。ダウンした時自身に持続回復状態を16秒間付与します。ダウンした時と吹っ飛ばされた時回復します。敵からしたらなかなか厄介ですね。
回避されやすいスキルなので、後ろ向きで撃つと結構当たってくれます。あとは戦闘中にスキル位置を使用しつつ回復しながら戦えば一本負けません。回復機能をつけられないように気をつけましょう。動画のために延命に周知を挑んでみました。戦闘時間長いので早送り。ついに勝てました。耐久力はピカイチですが、火力がそこまで高くないので、メダルで補った上で使いましょう。数少ないゾーン系能力者なので、とりあえずガチでゴミすることをお勧めします。あと使ってて楽しいので、それもいい。チャンネル登録よろしく。環境に抗うベス現象界鬼老編。メダルをつけましょう。スキル1短縮がおすすめ。リーグに行きましょう。地球にある犬、不適合タイプ4の攻撃と直接エリアを設置します。エリア内では追加攻撃が入ります。そしてエリア内ではよろけとダウン無効、それを利用して敵を簡単に倒せます。エリア設置時の攻撃は気絶不要なので、かつ特定貫通できます。スキル1はラジオナイフ、敵に突っ込み回復機能を与えます。そしてスキル1を上げると、スキル2を短縮します。相手を攻撃した際、スキル1が短縮されます。スキル2のルームと合わせると、1回の攻撃で 10% 短縮。通常攻撃でスキル1短縮、スキル2の攻撃でスキル1短縮、スキルの回転率がいいキャラです。使ってみた感じ、対人性能が高かったです。あと楽しい。ちなみにルームが強いからといって調子に乗るのはやめましょう。こうなります。サポート要員としてもめちゃくちゃ優秀なので、持ってる人は育ててみてはいかがでしょう。チャンネル登録よろしく。最近いなくなったキャラ紹介、鬼キッド編。メダルをつけましょう。防御と体力に盛りましょう。リーグに行きましょう。キッドのスキルには割合ダメージ特定エリア、割合ダメージを与え続けるエリアを出現させます。乱戦状態が一番効果を発揮します。割合攻撃を与え続けながら、追尾する通常攻撃で KO しちゃいましょう。たまに体力入りの敵が自爆してくれます。ダメージ減少が体力移転なので、スキルを当てて体力管理しましょう。7割切ってしまうとなかなか効くなります。耐久力が仮になります。自陣にいるとき、キッドが一人が倍になります。ディフェンダーとしての守り性能は高いです。ただ火力に持っていない場合、攻撃力がちょっとかわいそうなことになるので注意。最後にスキル1紹介、吹っ飛ばしスキルです。実は遠距離スキルなので結構な距離届きます。立ち回りは自陣でスキルに短縮しつつ、体力回復しながらダメかでお宝を守るのが最善。吹っ飛ばされても回復するので、そこは安心。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、ロブルッチ編。メダルをつけましょう。クリティカルスキル短縮おすすめ。アタッカーと超人能力者タグをつけるのもおすすめ。リーグに行きましょう。ルッチは攻撃するとクリティカル率が増加します。スキル1は連打スキル、最大13回の気絶不要攻撃です。スキル1を1回当てるとクリティカル率が200近くまで上がります。なかなか強力。クリティカル発生時、体力回復とスキルに短縮されます。スキル2はワークからの攻撃。クリティカルと相まって火力高いです。突進技じゃないので比較的当たりやすい。スキル特性両方とも癖はないので、割と初心者でも使いやすいと思います。クリティカルでの恩恵がでかいので、そこの部分を粘りでサポートできたら強いですね。回復不能には気をつけましょう。クリティカルでスキル1短縮をつけると、僕ばかりで無限にスキル1を打てるようになります。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、ナイトメアルフィー編。メダルをつけましょう。防御体力に振りましょう。リーグに行きましょう。ナイトメアルフィーのスキルにはゴムゴムの使い目。回転しながら最大6フットのアタッカー顔負けの火力出します。その上クールタイムが20秒と短く、1回の戦闘で2回使えることもあります。
しても使いやすいです。自陣だと火力が上がります。スキル石は斬撃、ディフェンダーの火力ではないです。今復刻中の肉気シャンクス、数値だけで見るとナイトメアの方がスキル攻撃力が高いです。敵をバッタバッタ切り落としましょう。味方が KO されると強くなります。カバネを乗り越えろ。耐久力も結構高いので初心者おすすめの工場ディフェンダーです。シャンクスがいなかったら環境キャラだった。後ろ向くの？チャンネル登録よろしく。工場で強フェスの倒し方、ベルゴ編。ベルゴさんだ。あ、すみません、ベルゴ編。メダルをつけましょう。攻撃力に盛りましょう。リーグに行きましょう。ベルゴのスキル1は遠距離スキル、ダメージとともに気絶を付与します。ダウンさせず気絶付与なので味方のアシストも可能です。邪魔にならない。スキル2はチャージスキル、チャージ完了すると攻撃力差もありまして、ワープからの攻撃、旗抜き終わりのゲッターには効果抜群。高台からだとワープできます。火力もよく出る上、チャージスキルのおかげで厄介されにくいってのが強みです。スキル1で動きを止めて、スキル2のチャージスキルでとどめを刺すのが理想の動きです。一応ロギア系能力者に与えるダメージが多いらしいです。あとスキル2のチャージはちゃんとしないと。チャージ損なって、こうなります。ロギア系能力者に対して有利な彼ですが、これが能力者全般に対して強かったら現環境もっと強かったんじゃないかなって思います。最後に動画のためにオリンと戦ってみました。勝てました。チャンネル登録よろしく。工場で強フェスの倒し方、カッパの皮巻き編。メダルをつけましょう。リーグに行きましょう。カワマツの強みは状態異常探知、状態異常に対して強力な特性を持っています。状態異常を食らうことでよろけ無効攻撃力上昇がつきます。武器のスキル2のバタリングも確実に抜け出れます。よろけ無効まで把握してる敵も少ないんで、バッサバサ切りましょう。スキル2は吹っ飛ばしスキル、スキル2を当てるとスキル2が溜まります。カツオ宝エリアの敵を吹っ飛ばしたとき防御力が 15% 増加します。旗を離してくれないゲッターが増えた今、吹っ飛ばし持ちのディフェンダーは結構強いです。最悪の世代タブで吹っ飛ばし距離を伸ばすのもおすすめ。ただ防御体力に持っているので火力がなかなか出ないのがちょっと大変です。それをひっくるめても強い。あとスキル2は射程が低いので注意。これでこの試合負けました。スキル1はメナム側、攻撃力が高いスキルで相手の回避を誘って打ちましょう。ちょっと避けられやすいスキルなのでそこはちょっと注意。状態異常短縮が強すぎると思います。お友達の麦カッパさんが監督した川松の動画を出してるのでよかったら見てください。チャンネル登録よろしく。環境外キャラ紹介、全盛期がアッセン。メダルをつけましょう。やっぱり防御と体力盛り。リーグに行きましょう。ガーフのスキルには防衛力の吹っ飛ばし、特性でスキルも短縮されます。スキル1は愛のこぼし、個人的にモーションが分かりにくくて好きです。通常攻撃の3段目が吹っ飛ばしのため回復とスキル短縮が入ります。うまじ。スキル1は相手のクールタイムも減らせるので無敵スキル持ち相手でも戦いやすい。戦争相手にした時の特性がかなり強力なので、実は環境キャラクラー、逆にシャンクスと見えるし。というわけで、数少ない友人のシャンクスを持ちに手伝ってもらいました。まずは火力を上げまして、吹っ飛ばされない特性が邪魔を。この激強火力マックスシャンクスで、特性と自陣ダメージカット10メダルのガープを殴ってもらいました。結果のチャージ一つは、ブリッカンを合わせて1万ダメージ未満。チャージ最大の場合は1万ダメージちょっと超えるくらいめっちゃ硬いです。ダメージ減少無視の吸収は無理。パワー飯食っても同じ。ご参考までに以上。
工場で超フェスの倒し方、ペローナ編。メダルをつけましょう。攻撃以外でも見ましょう。実は先日ペローナを監督しちゃいました。リーグで見かけた時はとりあえずこの称号で判断してください。これつけてれば多分本物。それではリーグに行きましょう。ペローナのスキルにはネガティブゴースト、触れた相手にネガティブ渋滞を付与する追尾式ゴーストを前方向に3体飛ばします。ゴーストは障害物も貫通します。追尾式で障害物貫通なので、こんな感じに地面からニュッと出てきたゴーストに倒されることもしばしば。画面外で倒してる時もあります。スキル1は自分の一定距離周りを飛ぶネガティブゴーストを出現させます。当たりとダメージとネガティブ状態を完全貫通します。ペローナは相手をネガティブ状態にした時、自身の防御力を10秒間 30% 増加させます。自陣特性と合わせるとなかなかの性能を発揮します。相手の移動を切断されつつ熱っぽくネガティブ状態を付与していきましょう。火力がっていうのはまあどうしようもない。スキル1を全開した状態で動くだけでも強いですが、味方も巻き込むこともあるので気をつけましょう。現環境赤髪の鉢を持っている緑シャンクス君にはなかなか厳しいところがあるので、できればお仲間さんにカバーしてほしいところ。シールド持ちにはスキル2が刺さります。情報修正が今後入った場合にはまあ環境キャラなんじゃないかなって感じがします。青物性ですが結構環境でも生き残れたので皆さんにおすすめのキャラです。さっきのシャンクスでもあったスキル1連続ヒットがなかなかの火力を出します。キング君は通常で無敵を2回ほど剥がし、回避があろうがなかろうがスキル2全弾ヒットで KO です。チャンネル登録よろしく。情報修正はまだか。新しいペローナでもウェルカム。工場で超フェスの倒し方、キャベツ太郎編。メダルをつけましょう。火力70がいいと思います。リーグに行きましょう。スキル1は遠距離の気絶付与、使用時に攻撃力が 30% 増加します。スキル2は連続突進蹴り、突進しながら切りつけます。なので理想としてはスキル1で相手を止め、同時に火力を上げた状態でスキル2をぶち込み、まずはスキル1をぶち込み、動きを止めつつ火力を上げて突っ込みましょう。ただスキルにはびっくりすること、あと隙が出そうので気をつけましょう。あともう一つ、スキル2実はめっちゃ落ちてます。こんな感じに全弾ヒットしないので反撃されることもしょっちゅう。まあ現環境気絶無効のキャラが多すぎますね。ゾロとか緑のアイスに関しては気絶無効した際に回復しやがる。気絶無効以外のキャラに関してはちゃんと倒せるので安心してもらって、あとは通常攻撃が普通に使いやすい、切りつけるだけで変に防がないのが特徴。スキル1の絵のよろけにも気絶状態の敵に与えるダメージアップが欲しかった。それでもまあ強い。最後に魔力式、スキル2はワープスキルじゃないです。ワープなので気をつけましょう。チャンネル登録よろしく。コーラで超フェスの倒し方、囚人ボンちゃん編。メダルをつけましょう。攻撃力に盛るのがおすすめ。先日のコーラいっぱいもらえたガシャ、皆様つきましたでしょうか。てなわけで紹介していきます。リーグに行きましょう。ボンちゃんのスキルには置き換えますって、突進攻撃で移動に使えます。それに加えてダッシュ速度増加、発動しただけでも強い。スキル1はあの夏の日のメモワール、連続攻撃からの吹っ飛ばしです。今のはスーパープレイ。スキル1の置き換えなくては、威力が高く、スキームブーストと合わせると防御が高い超フェスも結構ワンパンできます。違う方向向きながら打つのがとてもおすすめ。これ決まると嬉しい。そしてスキル2の連続攻撃は気絶状態を付与しながら攻撃し続けます。それに加えて自身回復とスキル短縮が入るのでめちゃくちゃ強いです。最後の一打が強力で、全部当てた時の恩恵がでかいです。全部当てた方がいいんですが、たまにじれったくなった味方に邪魔されます。倒しきって欲しかったですね。そういう時は溜まったスキルにで KO。
次には気絶クエがついているので、青属性で1体殺すのには回復しやがります。試合の後半はマップ上で敵判定になるので、試合の終盤バレずに旗を見つける逆転勝利がめちゃくちゃ気持ちいいです。遮蔽物がないステージだと普通に見えるので、敵が突っ込んできます。使うならワノ国やシャボンディ社会がおすすめ。チャンネル登録よろしく。強いコーラキャラ紹介、ソゲキング編。メダルをつけましょう。こいつも火力運営がおすすめ。昨日のボンちゃんに続いて紹介します。リーグに行きましょう。まず前提として、ソゲキングはゲッター性能がないです。唯一持ってる特性がこちら、旗ダッシュ時の初期増加。ゲッタータグを合わせるとより強化されます。タイマン性能はあんまりないですが、援護と遠距離戦がまあ強い。特にスキル2の火力が高く、ブースト時などはワンパン性能が高い。結構古いキャラってことで、スキルのタイミングもちょっとわかりづらいので結構当てやすいです。残り1分は打てる回数が増えるので、ガンガン使っていきましょう。映像射撃でよろけを入れて普通をぶち込むのがセオリーですが、こいつは遠距離でそれらもやりやすい。味方の援護がメインなので、キルパスっぽくなってしまうのは仕方ない。スキル1は3つ弾を発射するので、逆回後の至近距離から撃つのが強力。さっきも言った通り、ダッシュ速度増加が一切ないゲッターなので、ダッシュ速度が遅いです。ゲッターとして使うならメダルが必須。ダッシュ時に周りに3人いてもこの速度。アタッカーとして使うのが無難。チャンネル登録よろしく。工場で強フェスの倒し方、アディオスエルテ編。メダルをつけましょう。攻撃力に盛るのがおすすめ。リーグに行きましょう。アディオの強みは攻撃力低調。相手にパラメータ減少を付与した時に攻撃力が上がります。パラメータを下げる方法は主に3つ。まずは通常攻撃。通常の3段目を相手に当てると、パラメーター減少により攻撃力が上がります。2つ目はスキルに最大6ヒットの吹っ飛ばしスキルで攻撃力減少を付与します。3つ目はスキル1、当てると移動速度減少が入ります。敵にやられた際、それまで上げた攻撃力上昇を次のキャラに継承させることができます。最近の青環境キャラに熱くなれるのはかなり強い。アディオ自身のよろけ向こうやHP1 の処理特性など必要最低限はアタッカーとして持っていて、欲しい特性を兼ね備えているので前半戦アタッカーとして活躍できるんじゃないでしょうか。あとは入るキャラにしては攻撃力が高いです。逆サバを簡単にクリアできるキャラの一人です。チャンネル登録よろしく。理論上絶対負けないキャラ紹介、ヤソップ編。メダルをつけましょう。吹っ飛ばしでスキル短縮がおすすめ。リーグに行きましょう。ヤソップの強みはジャスト回避。ジャスト回避時に反撃とダッシュ不可付与。反撃時は体力を3割削る弾を発射します。割合ダメージなのでディフェンダー相手でも強い。ライセン時は気をつけましょう。味方も巻き込まれます。ジャスト回避時に速攻で回避が溜まるので何回でも乱発できます。緑の戦況はジャスト回避しても与えたダメージ分回復しやがります。スキル2はチャージスキル。スキル2長押しでチャージを開始。吹っ飛ばしとダッシュ不可状態を付与します。実はこれチャージとダブルチャージがありまして、視聴者さんに手伝ってもらいました。これがチャージ完了。普通の2回攻撃です。そしてこれがダブルチャージ。自身を攻撃力アップし、3段ヒットでダメージ減少無視します。チャージ完了以上ならダッシュ不可付与します。飛距離もだいぶあるので逃げる相手も多います。スキル1は吹っ飛ばしスキル。ダッシュ不可付与する弾を5発発射します。ヤソップは相手を吹っ飛ばした時に自信を回復。どんどんジャスト回復して、どんどんダッシュ不可付与していきましょう。簡単に体力がマックスになりました。みんなも良きジャスト回避人生を。チャンネル登録よろしく。工場で強フェスの倒し方、フラノスケ編。メダルをつけましょう。火力にマックス、スキルに短縮。リーグに行きましょう。フランキーの強みは鬼火力。敵の手を切るごとに火力が上がっていきます。特にスキルにはほとんどキャラを確定で KO まで持っていける強化弾スキル。スキルに発動したらダウンせず、攻撃中に受けたダメージを2倍にして返します。仮に生き残っても高火力の重発のミサイルで倒せます。
キルには開始とスキルのクールタイムを攻撃ごとに足していくので、ダウンでよろけ向こう中の鬼も逃げられずに倒せます。あと回復も強い。火力が最大まで上がったクラノッチェは多分攻撃の中で一番強いんじゃないでしょうか。そんな相手ない敵がいないので、いろんな敵をバッサバッサ倒していきましょう。スイーツなんか特にヤバい。あと2週間くらいでオバズできるので、そちらもお楽しみに。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、ルフィ太郎編。メダルをつけましょう。やっぱり火力 70%。 リーグに行きましょう。ルフィ太郎の強みは無敵スキル。相手の元にアークして攻撃する棒読むし、同じくアーク系のスキルなど敵の攻撃に合わせて打つのが強いです。川渡りができるので無敵状態での奇襲ができます。他の川渡りのスキルより安全に行えます。何千着でクールタイムが48秒と長いです。スキル1では宝エリアにいる敵を吹っ飛ばすと CUMG から短縮が入ります。スキル1短縮で運用した方がいいかも。ただスキル1が両に火力高くて結構ワンパンすることもちらほら。青属性ですけど多分チャンスキラー。ちゃんとよろせ向こうと強いのタスキ特性も持ち合わせていて、ディフェンダーに対するダメージ評価など特性に無駄がなく全環境を生き抜ける性能を持ってます。楽しいので使ってみてね。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、七部海馬人編。メダルをつけましょう。攻撃力70に盛りましょう。リーグに行きましょう。バギーの強みは攻撃力。人間さんの間に6回攻撃を当てると発生する特性エリアは自身と味方両方を回復と攻撃力上昇させます。スキル2が突進からの連続攻撃なのでエリアを発生させるのには最適。ただ6回も攻撃を当てた頃には敵もローなのであんまり役に立たないことも多いです。特定エリアと鬼火力のスキル1が強力ですが、普通に乗っても十分強いですし、クリータイムも短いのでガンガン倒していきましょう。今回使ってみた感じ、全環境調節とも割と対等にいけるので、ぜひ使ってみてください。それでは最後に解答と、1v1 をノーカットでお楽しみください。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、ホールケーキ3次編。メダルをつけましょう。おすすめは後で紹介します。リーグに行きましょう。3次の強みは耐久力、回復できるスキルにて戦闘中自身を回復しながら戦います。味方の近くで使うと味方の方に飛んで回復します。それに加えて効果力のスキル1、防御力無視のスキルで硬いキャラとも戦えます。ニカは普通にダメか特性が高すぎてワンパンできませんでした。吹っ飛ばしも持っているので崖から落とすこともできます。射程も悪くなく敵の想定外の距離まで飛びます。あと通常攻撃は昔のキャラに引き上げが早い。通常攻撃なんですが2段目がクルクルするあれなのでものすごい後引きが大きいです。射程も短いためジェット回避や第2の無敵を使わないと基本的に当たらないです。無敵スキルとか余計なもんです。通常の射程が短い場合は環境的にも全然弱くないのでぜひ使ってみてほしいです。自陣が敵に取られた際にクリティカルが増加します。ただこれで恩恵を得る特性はありません。クリティカルでスキル1が短縮するメダルやクリティカルで自身を回復がおすすめです。個人的にはこの3枚がおすすめ。多分情報修正が来たら環境キャラになれると割と期待しているキャラです。運営さん頼みます。あとこの特性は何や。あれ、こういう特性がないな。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、2年後ルフィ編。メダルをつけましょう。スキル1短縮の火力盛りがおすすめ。リーグに行きましょう。ルフィの強みは無敵スキル。スキル1は最大の効果の攻撃を与えます。ちょっと古いキャラなので発動までちょっと遅い。問題はクールタイム。一発打った後再利用までまさかの66秒。びっくりするほど時間がかかります。もちろん直接攻撃なのでシールドで死にます。一応一人でお宝エリアにいる時に短縮速度が増加します。元のクールタイムが長いのであんまり効果はなさそう。相手の攻撃に合わせれば事故に当たりますし普通に威力が高いので大体のキャラは倒せます。
頻繁に打てるスキルじゃないのでしっかり当てていきましょう。敵を KO でスキル1ターン下ったらもう全然勝ちました。スキルにはレッドハーク、中距離スキルって書いてありますけど中距離スキルって思った方がいいです。そしてこのルッキーまさかの体力打ちや復活特性持ってないです。アタッカーなのによろけ向こうも持っていない。結構かわいそうなキャラです。ちなみにお友達のプチチャンネルさんが韓国人面で雪の動画出してるのでそちらも見てね。最後に通常攻撃はこんな感じ。全環境的に多段なのは強い。あとなぜか体力依存の回復回復を持っている。とりあえずサポート用に育てるのがいいかも。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、ポートガス DH 編、メダルをつけましょう。防御と体力盛りがおすすめ。リーグに行きましょう。エースの強みはシールド、マルコを犠牲に自分と味方を守ります。それに加えて回復、物理的に味方を守ります。壁の後ろからすくすく打ちましょう。守る以外にも肩を抜くときにも使えます。体力依存のダメ化があるので乱用していきましょう。シールドの出が早いので相手の攻撃を見てからでも間に合います。自陣に味方がいるとスキル1短縮で火力も上がります。味方がいなくてもスキルには短縮されます。スキルには十字架、スキル長押しでチャージします。チャージ完了させると防御も上がります。割と威力が出るのでちゃんとチャージしましょう。通常攻撃なんですがなぜかダメージ入らないことがあります。その結果無敵化させず旗守れないこともバグがひどい。ただ全環境的無視して傾けるキャラが多く通常攻撃もなかなか火力が出ないしなかなか環境的に難しいところがあります。回復力とダメ化は強いのでそいつらがいなければ環境キャラだった感じですね。チャンネル登録よろしく。実は環境に刺さるキャラ紹介、 X ドレイク編、メダルをつけましょう。敵陣ダメ増がおすすめ。リーグに行きましょう。スキル1はアロサウルスの強襲、恐竜に変身し突進からのクリップします。防御力上昇と吹っ飛ばし効果があります。ちなみにこれがめちゃくちゃ強いです。特に敵陣の敵に与えるダメージが増加します。かつ防御力無視、ダッシュ終わりのゲッターに当てるのが鬼強い。さらにスキル1で敵を KO したときクールタイムを 50% 増加するので1回の発動で敵を2体 KO するだけでもう1回使えます。発動中はダウン無効を得ますが状態異常は入ります。同じく赤レイリーも注意。スキルには十字切り、固定で 7500 ダメージ与えます。防御力が高い相手にも覚醒でダメージが入るので全環境増えたカチカチキャラにも対抗できます。スキル1も防御力無視なのでディフェンダーキラー的な感じです。固定ダメージもダメージ減少には負けました。気合のタッチ特性も持ち合わせていてよろけ無効ダメージ台、全環境に必要最低限は持ってくれているので情報修正で環境トップ入りしてくれそうですね。ぜひ皆様も使ってみてください。チャンネル登録よろしく。ホルモンフェス編紹介、イワンコフ編、メダルをつけましょう。ダッシュ速度系が強い。リーグに行きましょう。イワ様の強みは顔、ドスリンクで相手を吹っ飛ばします。リーチが結構あり、なかなかの距離の敵にも当たります。スキル1はレーザー起動戦、相手をホルモン状態にします。ホルモン状態はパラメーター上昇を一時的に無効化します。あと回避のクールタイムが短いので大難しやすい。ゲッターの中で戦闘向けのキャラです。ホルモン状態の敵を攻撃した時スキル2が短縮されます。通常攻撃が多段の8回攻撃、全部当てれば半分近く短縮されます。この特性が効いてる敵なんて突っ込めないのですぐにスキルに発動できるのが強いです。言わんときは復活特性持ち、1回KO されても復活します。やっぱり戦闘向け。ホルモン状態で防御力上昇も抑えれるのでディフェンダーも打てます。今回は頭使ってみた感じ、なぜか原環境刺さったのでぜひ皆様にも岩様の楽しさをちょっと味わってほしいです。みんなもやってみてね。あと本領はゲッターなの忘れずに。チャンネル登録よろしく。過去キャラで超フェス討伐、ポートガス DH 編、メダルをつけましょう。通常攻撃強化がおすすめ。リーグに行きましょう。
キル1は危険。遠距離射撃にダメージを与えます。出るまでが遅いので少し早めに打つのがコツです。では遅いもののちゃんと当てれば強いです。スキルには進化知らぬい。火柱を2つぶつけます。スキルの残りが長く威力がすごく高いです。発動までアホ長いので敵を割に当てるのがむずいです。怠慢性能ですが普通にむずいです。通常攻撃が遠距離なため一番上によろけが入らないのが痛い。時間かければ倒せないこともないですが無敵スキルを渡れやすくなかなかきついです。通常攻撃の最後が広範囲なので至近距離に行かないと全然当たらないです。一応倒せました。戦い時間があまりにも長いのでカットしましたが、マルコや白馬などの一応絶弦くらいならいけます。個人的には海軍エースの方が圧倒的に使いやすいです。ちなみにスキルはほぼ同じです。名前がちょっと違うだけ。個人的にはこっちを強くおすすめします。青属性絶対プラスマンに気をつけて使いましょう。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方ピンスモークレイジ編メダルをつけましょう。体力防御がおすすめ。リーグに行きましょう。レイジュの強みは防御シールド、攻撃の身代わりを含む記事に得ます。戦闘時に安定した戦闘が可能です。銃が貫通して攻撃は受けないので冷静に対処ができます。戦闘で割れたシールドは肩バッシュで反撃できます。ごめんなさいね。レイジュの通常攻撃はクリティカル発生で毒状態増え、そして毒状態の敵を攻撃した時体力とスキルに 5% 回復します。レイジュのスキル1はピンクホーネット、5発の毒矢を飛ばします。近くから1と1発当たります。スキル2は防御センター、きちんとエリア内の味方に無敵を与え外からの攻撃を遮断します。エリア内に無敵はダメージを受けます。どの敵の突進に合わせて使うのも強い。ピンクホーネット防御シールドですが、特性で状態強く予定はダメージ貫通してくる時があります。気をつけましょう。行くわよ、行くわよ、ピンクホーネット。チャンネル登録よろしく。まだまだ強い映画キャラ紹介ダグラスバレット編メダルをつけましょう。攻撃森がもちろん強い。リーグに行きましょう。移動は通常攻撃の認めが早いです。バレットの強みはよろけ無効、相手をダウンさせたとき自身回復とよろけ無効を得ます。ゴリ押し先行が強いです。スキル1は武装色の小説、遠距離にいる敵にタックルして攻撃します。想像以上に遠くまで届くので戦う際はご注意を。出会い頭に当てれば速攻でよろけ無効を得るので有利に戦い始められます。次にはチャージスキル。チャージ中は受けるダメージを半減、それに加え自身を回復。チャージ開始時に攻撃力と防御力を増加、抜群の状態で攻撃できます。逆境打破スキル、しかも振動状態付与、厄介な必殺特性も貫通できます。そして HP3 のダウン無効、戦闘特化のガチで強いキャラです。お宝エリアで2人の時ダメージ減少、ロジャー怪物団の関係者に対してダメージ増加とクールタイムを減らす特性を持っています。ちゃんとシャンクスキラーになっています。もともとはロジャーキラーのはずだったんですがね。気絶無効も持ってるし、映画キャラってこともあり持ってない人が多く外れ環境キャラです。なんでランキングに入らないか不思議ですね。チャンネル登録よろしく。鬼強い状態異常キャラ紹介ペロスペロー編メダルをつけましょう。火力に盛るのがいいんじゃい。リーグに行きましょう。ペロスの強みはキャンディマン状態、通常攻撃の3段目を当てると 50% の確率でキャンディマン状態にします。スキル1はキャンディメイデン、近距離にいる敵にキャンディマン状態を付与し最大 HP の半減のダメージを与えるメイデンを倒します。スキル2は雨なめくじ、キャンディマン状態不要のなめくじをキャッチします。これらのスキルはシャボンジ書体などのキャッチ狩りができる、高低差があるステージがおすすめ。
ベロスペロは相手をキャンディマン状態にしたとき、治癒値を回復します。それに加え自身を回復。キス相手の時が超強いです。アメナメクジは歩く速度よりも速く動くため、回避なしでは逃げれないです。あとはキャンディマン状態を上塗りすれば、割と簡単に倒すことができます。キャンディマン状態はしっかり特性も貫通、与えるダメージ増加もありそう強いです。まあ皆さんもペロスにムカついたこと何回もあるでしょう。使っている側からしたら超楽しいので、みんなも使ってみてね。チャンネル登録よろしく。過去キャラで超ペスの倒し方、バウンドマンズ編、メダルをつけましょう。アタッカーなので火力盛り。リーグに行きましょう。ルフィの普及位置はレオバズーカ。基本的にポンポン跳ねているため、モーションがわかりにくく、吹飛ばし効果があり非常に強力。スキルにはゴムゴムのキングソングガン、振動状態を付与する効果力なスキル、かつ特性とタスキ特性貫通できます。発動と同時に攻撃力も上がり、当たれば結構強いので頑張って当てましょう。旗終わりの敵にスキルにをぶち込んであげて、動きを止めた上でスキル位置を置くのが基本的に格殺コンボ。飛んできたラグナラクに合わせて打つのも強いです。多分この2つでほとんど倒せます。このキャラは基本的に戦うよりサポートよりキャラタイプが多く、最悪の世代や戦況を持っていてかなり優秀だす。そしてバウンドマンメダル、自陣敵陣関係なく与えるダメージ増加、タブもかなり多く、レッドホークメダルと合うのでぜひセットにして使ってみてね。チャンネル登録よろしく。情報修正きたキャラ紹介、ガープ編。メダルをつけましょう。体力と防御に盛るのがおすすめ。リーグに行きましょう。ガープの強みは吹っ飛ばし、スキルには吹っ飛ばし、かなり威力の高い射程の長いスキルです。戦闘に攻撃されるとスキルに短縮されます。バンバン使いましょう。通常攻撃の判断でも敵を吹っ飛ばします。敵を吹っ飛ばした際、自身を15回復とスキル1短縮。通常攻撃だけでも中に守り性能が高いです。スキル1は愛の拳、攻撃力減少と相手のスキルのクールタイムを増加します。そして何といっても今回増加されたのが戦闘に対しての特性、戦闘を攻撃すると防御力減少、そして攻撃されると体力回復。わかりやすい映像がこちら。オリンからのレーザー砲、まさかの脳ダメ、むしろ回復してます。体力依存のよろけ向こうもかなり強い。敵の攻撃力が弱いともはや回復してくれる優しい敵。今回の情報修正でもともと強かった特性がかなり強化されたので、ぜひ皆様も使いましょう。使ってびっくりした人も結構いると思うけどね。使ってたら1万スコア出てた試合です。惜しかった。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、犬嵐編。メダルをつけましょう。火力がいいけど基本なんでもいい。リーグに行きましょう。犬嵐の強みは攻撃力継承、 KO されたとシーラのキャラに攻撃力上昇を継承させます。ロジャー戦闘やシャンクスに次ぐのがおすすめ。裏がゲッターでも普通に強いです。最大で 30% 上昇するので結構な火力になります。犬嵐の攻撃力上昇の条件はスキル1、ロジャー戦闘と同じく敵に当てると火力が上がります。完全状態のスキルでゾロの閻魔も止めれます。基本とどめは高火力のスキル2で倒せます。試合の前半は与えるダメージ増加か、スキル1の短縮速度が6%増加、スキル1を3回当てるだけでミッションコンプリートです。通常攻撃で倒せそうでも、スキル1で倒してもいいかも。敵 KO 時の体力回復や体力が1残って耐える気合のタスク特性など割と使いやすい気がします。せっかくの完全状態が活かせないのはもったいない。倒されても裏のキャラで復讐しましょう。チャンネル登録よろしく。鬼強い新キャラ紹介、アルベル編。メダルをつけましょう。こんなの火力71択よ。リーグに行きましょう。アルベルの強みは無敵状態、ジャスト回避で3回分の無敵を得ます。キングの旗ダッシュ中の無敵の戦闘向けです。無敵の回数はジャスト回避でリセットできます。互いに注意。赤い犬の無敵と同じく3回まで攻撃を食らっても大丈夫なのでゴリ押し戦闘が可能です。スキル1はラースからの攻撃、ゲッターキングと同じですが、今回は防御力無視、特に防御力上昇キャラに強い。もちろん川渡りもできます。
敵に吹っ飛ばされた時、体力回復とスキル短縮が入ります。次には大森かゆうどん、遠距離スキルで残り体力が7割以上の敵に固定で3000ダメージを与えます。ちなみにこのスキルはアホほど強いです。結構ワンパン可能、回避のクリーンタイムも少なく、体力以前のダメージカットも合わせて対人性能がかなり高いです。ちなみに回避後の無敵の回数が普通にわかんなくなったりして難かったりします。赤い布無敵の上位互換感があってちょっと悲しい。焦った人は使いましょう。強いです。難点としてゲッターキングが使えない。代わりの赤ゲッター探しましょう。チャンネル登録よろしく。最近消えたキャラ紹介、ゴッドウソップ編。メダルをつけましょう。攻撃に振らなくても強いです。リーグに行きましょう。ゴッドウソップは緑属性キラー。緑属性に与えるダメージが増加、それに加えて効果力のスキル1が短縮されます。スキル1は毒ロが深く層、体力回復付きの吹っ飛ばしスキルです。火力に持っていればかなりダメージ出ます。そしてこのゴソップ、復活特性2回分持ってます。2回までやられても大丈夫です。回復機能状態には気をつけて戦いましょう。スキル1の回復も使えなくなっちゃうので、10秒間の間に相手に4回攻撃したとき、相手の移動速度を10パー下げます。警備もするので遠距離からサポート向きです。ウソップのスキルにはバブワーム、超遠距離防衛力の識別付与スキルです。気絶付与なので、動けなくなったところにスキル1をぶち込んであげましょう。今回使ってみた感じ、前環境では少々厳しいものの、後ろから通常攻撃でちょんちょんするのが結構楽しかったので、元デロジャ環境キラー使ってみてください。あと使うときはゲッタータグを合わせてご利用ください。ダッシュ時のメリットを最大限にしましょう。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、情報修正エース編。メダルをつけましょう。個人的には火力に盛りたい。リーグに行きましょう。スキル1はカウンター、天井面を出現させます。光線の中だとさらに強いです。この炎上網は結構長い時間残り、たまに敵が突っ込んでいってくれます。それに加えて突っ飛ばし、使い方としては反撃よりも敵を蹴散らす目的の方が有効的です。旗出しする時とかが強いです。自陣で守る時にも使えます。それに加えて通常攻撃も割と押し出しが強く、旗出し無視の性能をしています。そして旗ダッシュ時体力が 25% 回復、スキルにも短縮します。それに加えて旗ダッシュ中はよろけ無効、体力依存のダメ化もあり、工場ゲッターでこれはかなり強いです。スキルには元気玉ではなく大円回円形、ゆっくり動く大きな火の玉を投げます。でも回避は意外と難しい。今回の情報修正で当たり判定増加で当たりやすくなりました。威力もちゃんと出ます。ただ対面での防衛は全くおすすめしません。避けられますし発動前にやられます。スキルを除いてかなり全環境に刺さるので、緑ゲッターが欲しい人におすすめです。私は火力に盛るのが好きです。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、ペローナ編。メダルをつけましょう。メダルは好きなのをつけましょう。リーグに行きましょう。スキル1はネガティブフォローズ、前方向に4匹のゴーストを飛ばします。まっすぐにしか飛びませんが、当たっても消えない仕様です。ジャスカイで消されないのが強い。スキル2は特フォロー、でかいゴーストを設置、吹っ飛ばしと強烈なダメージを与えます。スキル1は上付けそうそういうものの、サイズが小さいため、あんな感じに人知れず倒せることも。スキル1で動きを封じ、スキル2をぶつける流れが強いです。発動が遅いので回避ミスを誘いやすいです。戦闘中にスキル1が溜まったらとりあえず撃ちましょう。ラッキーで当たれば強い。壁貫通スキルなので、むしろ見えないところからが強かったりします。ただ弾速が遅いので、ジャスカイで反撃系には注意。抜き終わりのスキル2が強力。ダッシュ速度は体力依存なので、あまり被弾しないようにしましょう。敵に攻撃された時スキル2が短縮されます。ただ現環境攻撃されるのは命取りなので、2か対策っぽい。溜まったスキル2で突っ飛ばしてみましょう。この子の難点は通常攻撃、ブーストでもくれば強いですが、実はめちゃくちゃ当たりません。当たり判定がいかれてます。
この至近距離で当ててもダメージが通らない。やっと当たりました。このレベルで引けます。まあ可愛いは正義なので、そこんとこよろしく。チャンネル登録よろしく。国境フェス紹介、ゼファー先生編、メダルをつけましょう。おすすめは最後に紹介します。リーグに行きましょう。通常攻撃での移動が早いです。回避と合わせて使いましょう。ゼファー先生は強化状態キャラ、無敵スキルであるスキル1を発動することで強化状態を自身に付与します。強化状態中は通常攻撃が変化、2段目が吹っ飛ばしになります。ゼファー先生は吹っ飛ばしで自身を回復、かつ相手の攻撃力上昇を解除します。状態以上の効果比ダメ減少とめちゃくちゃ強い強化状態ですが、無敵中でも強化状態解除キャラに普通に剥がされるので気をつけましょう。ゼファー先生は攻撃を食らうとスキル1短縮、相手が能力者の場合もっと短縮します。そしてゼファー先生は光でお宝エリアにいるとき、よろけ無効吹っ飛ばし無効がつきます。特性も合わせてめちゃくちゃ強いですが、誰かが入ってくるとよろけるし吹っ飛ばされるので、入ってこないでください。ぶち切れますよ。ハザーとかではなく邪魔なので近づかないでください。ちなみにイカがディフェンダー状態でなければ割と高確率で取り返せます。そしてスキルにはダイナガン、使うとスキル2が変わります。1回切りの使い捨て、ダイナガンは後半遠距離スキルで当たった相手の体力を7割刈り取り飛ばします。2つ目のスキルは覚悟はあるのかビーム、魚人島の対岸に届くくらいの射程です。今回試合で使ってみた感じ、エンマゾロなどの絶対強化状態剥がしマン以外には対応できるキャラが多く、環境トップには届かないくらいの性能でした。あと特性に対してない奴らがガンガン入ってきたり、特性を十分に発揮できない場面が多い気がします。片持ちダッシュが増えたのも普通ですね。今回来てる復刻は使いたいならスクとかでいいと思います。使ってて楽しいキャラではある。それではおすすめメダル、最近は防御虫キャラが増えたので体力メインがおすすめ。固有特性は自陣でスキル1短縮、吹っ飛ばしでスキル1短縮、火ダメでスキル短縮がおすすめ。強化状態を生かすために吹っ飛ばしでスキル1短縮は必須です。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、忍ぶ編、メダルをつけましょう。とりあえず火力に盛りました。リーグに行きましょう。スキル1は熟人工枯れ山水、よろけを与え相手の残り体力の 10% のダメージを定期的に削り続けます。それに加え回復無効、乱戦時に使うとなかなか厄介。スキル1で相手によろけを与えて、戦士を取るのが基本の流れっぽいです。回避のクールタイムも与えるので、スキル1からのスキル2が強いです。つけ出し区内は、前方方向に6個の区内を飛ばし、全てに吹っ飛ばし効果があります。個人的な感覚で至近距離なら2、3発当たります。しかも当てるだけでスキルのクールタイム追加。なかなか接敵したくないですね。距離も長い。旗を抜くときなども使えます。広範囲のよろけ付与はだいぶ使いやすいです。結構癖があるので使い方には注意。危険な例で言うとこんな感じ。相手のお宝エリアが 50% 以上のとき、よろけ無効を得ます。そしてダッシュ速度は味方がいるときだけ上昇するクソ特性。ただ誰が抜いても回復するのは良い。あとは青属性絶対倒すマンに粘着されるので普通に普通です。でもものすごく楽しいのでぜひ使ってみてください。 MVP 取れました。チャンネル登録よろしく。最近消えたキャラ紹介、式編、メダルをつけましょう。好きなようにつけてください。リーグに行きましょう。スキルには移動しながらよろけ無効と移動速度を上昇させ、かつ当てた相手に振動状態を与えるスキル、そのまま優秀な通常攻撃や強力なスキル1を不動、または味方のアタッカーに任せるのも強いです。発動と同時によろけが無効になるので敵の攻撃に合わせるのも強力。スキル1は割合ダメージスキル、相手の最大体力の4割のダメージを与え吹っ飛ばします。相手の体力が4割以下なら確定 KO が入ります。旗を抜く際も敵を倒すのにも使える吹っ飛ばし割合スキルなので多用していきましょう。式はシャンクス環境時に最強で、元ロジャー海賊団に攻撃を当てるとスキル1短縮、スキル1の割合ダメージが 70% になります。今回使ってみた感想としては、使ってて楽しいキャラではあるものの、体力依存のダッシュ速度で強化旗が厳しかったり、通常遠距離でシールドに対して強いですが、メトロジャー海賊団が減った今もうあんまり輝けない感じですね。でも楽しいので使うのは全然あり。
チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、バージェス編。メダルをつけましょう。火力に盛るのが良いですね。リーグに行きましょう。バージェスは通常攻撃が強い。まさかの5回攻撃で、回復延次です。各攻撃するたびにスキル1短縮が入ります。これが優秀。スキル1はダメージ減少無視の吹っ飛ばし、しかも敵のクールタイム増加、あとスキル少なく使いやすいです。スキル2はカウンター。それに自身回復と防御と攻撃力上昇。よろけ無効を得る超絶パワーアップスキルです。初の場合は攻撃力とよろけ無効を得ます。どっちにしろ強力なカウンターですね。カウンターからのスキル1がめっちゃ強いので、みんなもやってみてね。ソロは普通によろけ無効を探してくるので、戦うのはやめましょう。普通に勝てない。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、超五郎編。メダルをつけましょう。体力防御に盛りましょう。リーグに行きましょう。超五郎はスキル1が強力。自身を回復しながら吹っ飛ばし攻撃。それに加え攻撃するたびに火力が上がってきます。体力量もかなり高いので、ガンガン使っていきましょう。クールタイムは41秒と重いですが、ダウンで 30% も短縮されます。スキルモーションもわかりにくく、エフェクトがめっちゃかっこいいので、めっちゃ好きです。通常攻撃の3段目は攻撃力上昇解除。状態異常になると回復するので、ディフェンダーとしては結構優秀です。ただ最近は防御無視のキャラがいっぱい出てきてワンコイン祭りなので、おすすめはしない。あれ？スキル2の遠距離スキルは？あれの使い方わかんねえよ。工場で超フェスの倒し方、コアラ編。メダルをつけましょう。リーグに行きましょう。スキル1は攻撃力の吹っ飛ばし。高台から突き落とせます。射程も火力も高く、クールタイムも22秒と頻発しやすいです。スキル2はサゴ君。グラグラ状態付与してから、もう一撃食らわせます。引きが大きいですが、状態異常込みの2段攻撃が強力。復活特性持ちのキャラは通常ワンパンできませんが、状態異常は普通に貫通するので、とっても簡単に、ができます。弱解すると比較の敵に混乱状態増加す、敵の攻撃力を減少させます。回避のクールタイム短縮も持っているので、全然持ちやすい。ただ最近は状態異常がつかない、こいつとか、いつものあいつとか、最近登場したこいつとか、弱解の恩恵が少なくなってきています。コアラちゃんの戦い方としては、割と油断して突っ込んでくる相手に状態異常や、吹っ飛ばしを合わせるのが理想ですね。負けてても有利になる特性や、KO で回復もあるのでいいですね。ちなみに通常攻撃でパンツが見えます。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、ワイパー編。メダルをつけましょう。個人的には火力盛りが良き、リーグに行きましょう。スキル1は移動に使えます。移動速度増加を得るクールタイム30秒の使いやすいスキルです。敵に当たった場合、自分の残り体力半分を犠牲にして、防御無視のダメージを与えます。スキル2は燃焼付与の強遠距離スキルです。モーションが派手に動かないのが強いです。特定も相まって星3ベンターの火力じゃないですね。星3のおかげでスキルが高回転で、なぜか性能が下手な工場キャラより強い。不思議ですね。あと多分結界直後なら、自傷ダメージ受けません。スキル1の自傷ダメージは割合ダメージなので、HP が右の時はほとんどダメージ受けないですね。HP が1の状態で使うと、死にます。旗を脱出すると体力が 25% 回復します。主な体力管理はこれですね。HP 依存のダッシュ速度も優秀で、なんか思ったより抜くの早い。今回使ってみた結果なんか全然強かったので、持ってる方は使ってみてください。チャンネル登録よろしく。工場で超フェスの倒し方、モネ編。メダルをつけましょう。体力メインの防御がおすすめ。リーグに行きましょう。スキル1は雪垣、体力の 120% 分の雪の壁とエリアを設置。こっちの攻撃は貫通して敵の攻撃は防ぎます。敵無視旗ダッシュキャラも物理的に旗抜かせないことも可能。特設エリア内は火ダメカット。自陣で特設エリアだと合計で7割カットします。防御無視の攻撃でもこのダメージ。
特性エリアの中にいると体力回復します。かなり恩恵がでかいです。攻撃を受けることで治癒値短縮されます。短時間で5回攻撃すると防御力上昇と治癒値短縮が入ります。スキルにはタビライフ裸かな。吹っ飛ばしの結構万能スキル、旗離さないキャラが増えた今結構助かる。普通に火力は出るので使い勝手いいですね。スキル1で視界を塞いでから攻撃するのが避けられにくくて良いです。見えないからね。ただディフェンダーって性質上火力が出ないのが厄介ですね。アタッカーには強く凍結状態に攻撃すると攻撃力上昇を解除します。あとは攻撃した時と攻撃された時に凍結状態というがまあ強いです。玄関強敵には意外と強いです。持久力ともに初心者でも強いです。使ってみてね。チャンネル登録よろしく。工場で超絶の倒し方、フラノスケ編。メダルをつけましょう。火力最大モリモリ。リーグに行きましょう。スキルにはフランキーやアンボクシング。フラノスケといえばこのスキル。本席に元のキャラも持っていけます。スキルには自身回復機能付き、攻撃が当たるたびに体力回復、最大で21回復なので、大体6割回復します。そして KO したとき火力が上がる。強いっすねー。そして一番やばいのが、発動中に食らった攻撃のダメージを、倍にして相手に返します。スマーシュー。攻撃が当たると、スキルと回避のフルタイムを追加、簡単に言うとサンドバッグになります。通常攻撃も火力が高くて楽しい。発動中は HP1 で耐えます。最悪発動させれば KO を免れる。スキル1はロケットランチャー、最大10ヒットの遠距離攻撃。どれかに当たれば超威力が出ます。シールド持ちでも貫通して素体に攻撃できるのは強い。とりあえずぶっ放してストレス発散しましょう。チャンネル登録よろしく。工場で超絶の倒し方、ミホーク編。メダルをつけましょう。火力モリモリ編成。リーグに行きましょう。ミホークはスキル2がめちゃ強い。追加効果が全くない火力ゴリ押しスキル。火力お化けです。ブーストなしでこの火力。ブースト特性でクリティカルダメージが 1.2倍。一応この特性と合う。本当に工場キャラ。スキル1は斬撃、遠距離撃ちを砲斬撃を飛ばします。スキル1ともにモーションがでかくて遅い。シールド持ちは斬撃で削って近づいてスキル2でやるのが強い。敵陣で体力が低い時はさらに火力が出ます。絶望だけどね。ロマンと火力はありますが、びっくりするほど玄関強難しいのであんまりおすすめはしないです。あと通常攻撃があまりにも使いづらい。強法修正入ったら結構輝きそうではある。サポートに大七使いが入っているのでとりあえず逆レベ推奨。2024年も頑張って投稿していきますので、これからも見てくれると嬉しいです。チャンネル登録よろしく。